3分でわかればいい的な第4装甲師団解説始まるよ。このシリーズは投稿頻度上げたいけど動画作りたくない時に作られるよ。第4装甲師団は1935年11月10日にドイツ南部のユルツブルクにて設立された。これはアンシュルツに伴ってウィーンに移動した第2装甲師団の代替として設立された。師団が最初に参加した軍事作戦はポーランド侵攻であり、南方軍集団の一員として最初にポーランドへ侵入した師団の一つとなった。しかしながらモクラニテオルイに騎兵旅団の強烈な反撃により戦車50両の損害を出し敗走。さらに民間人に対する戦争犯罪や捕虜の拷問や処刑を行っており、初陣は散々だった。その後第一装甲師団が付近の戦線を突破したことを受けポーランド軍は撤退。これにより第4装甲師団も前進し9月8日にはワルシャワ郊外へ到達。市内へ幾度も攻撃を仕掛けるがポーランドの巧妙な防御陣地に撃退されここでも多くの戦車を失う。その後ブズラの戦いに参加しここでポーランドに対し決定的な勝利を収める。続く西部戦役では定置諸国へ侵攻し連合国軍をダンケルクに追い詰め、停戦時にはフランスイタリア国境付近まで進軍していた。その後いつも通り師団新設のために戦車連隊を引き抜かれ、代わりに砲兵代替で補われ、ソ連侵攻に参加することとなる。東部戦線では戦陣を切り65キロもの距離を進軍。その後ミンスク、キエフと大規模な包囲戦に参加し10月にはオリョールを占領。しかし同月6日に T-34 やカーベイ1などを有するソ連軍の待ち伏せに遭い多くの戦車を喪失。高射砲や師団砲兵が駆けつけたため戦線を突破されることは防げたものの師団の戦闘力は大きく低下した。最終的に師団は保有戦車を50両まで減らし、モスクワまで60キロ地点で停止することとなる。42年中はひたすらオリョール近辺にて防衛戦に従事し、43年にはクルスク戦に参加、その後はベラルーシに撤退。44年には南方軍集団を支援するためにウクライナ北西部に移動。しかしながらバグラチオン作戦により中央軍集団が敗走し、それに伴い撤退。ワルシャワ郊外にてソ連軍装甲車両を300両ほど撃破しなんとか攻勢を阻止した。戦線が小康状態となったため北方軍集団を支援すべくリトアニアに派遣されるが、ソ連軍の侵攻により師団は分断され、一部は他師団と共にクールラント半島に閉じ込められ、他の残余部隊は小規模の戦闘団を組織し赤軍の侵攻に抵抗。しかしながらその多くは記録に残っておらず、最後は明らかになっていない。一方でクールラントに閉じ込められた部隊は他師団とクールラント軍集団を組織し、ソ連軍の攻撃を撃退し終戦まで戦い抜いた。その後ドイツ本国の降伏に伴い5月8日にソ連軍に投降。23日までに全ての将兵がソ連軍の捕虜となり、シベリアに送られた。終戦までに師団には騎士鉄十字章を含む鉄十字章が1万8000個ほどが授与され、これは国防軍最多であった。終わり、平定。